よっしゃー、今回もエイペックスやっていくぞー。いや急にそんなハイテンションで始められてもついていけないよー。やるぞー。ついていけてるやついたよ。お前たちなんでそんなにテンションが高いんだよ。もしかしてついていけてない私の方がおかしいか。いやーまあなんとなくノリで同じく真面目に考えて損したぜ。むむむ、敵が来てるわ。マジか、ここでの戦闘くらいから苦手なんだよな。わかる、敵見えにくいよね。でも私は好きね。闇は封印された力を解放できるから。いやこれ解放されてるのは中二病だぜ。で、ツッコミしてたらやられた。そんな簡単に倒されるなんて失望しました。ヨウムのファンやめます。なんでや、私関係ないやろ。そうか、私がやられたのはヨウムのせいだったのか。こっちはこっちでおかしなこと言ってるよ。む、足音、さっき虚空で逃げた人が戻ってきたみたいだな。ごめん倒せなかった。うわ、こっち来た。ナイス、やるじゃない。これは確か回復してないで加勢した方が良かったな。まあ勝てたから結果オーライだよ。おいおい、近くで敵が蘇生してるぞ。さっき取り逃がした人かな。わざわざ私たちのキルポイントになりに来たのね。お前そうやって油断して何回も痛い目にあってきただろ。今回こそは大丈夫よ。多分つまり何の根拠もないんだね。ええー、うるさいわね。そんなこと言ってる暇があるんならさっさと行くわよ。敵を見つけました霊夢隊長。よし、発砲を許可するわ。了解。え、急にどうしたの二人とも。無駄口を聞くなヨウム。えマリサ、そいつにどれくらいダメージを与えた。はい、ゼロダメージです。この役立たずが。なんだとこの野郎。すみませんでした。もうわけがわからないよ。よし、こっちの敵は倒したぜ。ナイス。それじゃあこっちは私とヨウムでやっちゃうわね。ちょっと待って、二人とも切り替え早くない？何言ってんのよ。敵と戦うときは真剣にやるでしょ。そうじゃないと相手にも失礼よ。いやその通りなんだけど、霊夢には言われたくない。なんだとこの野郎。まあそれに関してはヨウムに同意だぜ。お前もかこの野郎。みなさいあんたたち、敵がのこのこやってきたわよ。本当だ、私が作ったジップ使ってるな。お、今なら有利に戦えそうじゃない？おっと、思ったより敵が前に来てたわね。うわ。む、後ろからも敵が来てるで霊夢。なん、だと、く、仕方がない。こうなったらあれをするしか。あ、あれとは、そう。似てるんだよー。なんか思ってたのと違う。まあ挟まれてたし、いい判断だとは思うんだけどな。ははは、逃げるが勝ちなのよ。まあそこで負けるよりはいいか。そういうことよ。ハーベスターよ、私は帰ってきたー。早っ。いや、いくらなんでも早すぎだろ。ほとんど何もしないで戻ってきたぞ、私たち。そうだそうだ、回復とかももうあんまりないんだよ。うっさいわね。これは深い理由があっての作戦変更なのよ。まあいいけどよ。で、その深い理由とはなんだ。逃げるなんて私のプライドが許さないからよ。浅い、びっくりするほど浅い理由だよ。ま、もう戦闘始まったし、今更後戻りできないわよねー。やられた。それが狙いだったのか。まあでもなんか勝てそうだし、結果的には良かったかもな。すべて私の計画通り。ちょっと待って、これ別のパーティーか。あ。これも計画通りよ。まさかこうなることも予想していたというのか。そんなわけないだろ、明らかに動揺してたぞあいつ。そんなことないわよ。いやわかりやすすぎるぜ。やばい、回復なくなっちゃった。ああ回復あるから渡したいんだが、もう近くまで敵が来てるんだ。てかさっき倒した敵のあされば、私たちまだあさってなかったから残ってるはずよ。本当だ、とりあえずアーマーを取ろう。って、ああミスってアーマー取れなかった。はぁ、何やってんのよ。すみません。仕方ない、こうなったら二人で戦うしかないな。そうね。お、そいつあったわよマリサ。すまん、全然当てれなかった。逃がすかボケー。ナイス。あ、さすがにこれはきついな。うおー、ここで今まで残しておいたウルト発動じゃー。あれ、こんなピンチになるまで使わなかったってことは忘れてただけなんじゃ。そんなことないわよ。忘れてたんだね。忘れてたんだな。うは、ほら、そんな話してるから。すまん、しくじった。よっしゃー、最後の一人打ち取ったり。お前よくその体力で勝ったな。というか二人ともすごいよ、人数差あったのに勝っちゃったね。いやー正直私は何もできてなかったんだがな。倒されないようにしてたらなんか敵がボロボロになってたよ。ほんとマジで気持ち悪いぐらい強いよなレイム。なんだそのちっとも嬉しくない褒め方。まあでも今回の一番の勝因はミラージュね。正直ミラージュピックした時はふざけんなこの野郎って思ってたけど。そんなこと思ってたの。正直めちゃくちゃ活躍してたよね。感染しててびっくりしちゃった。まあね。よし、それじゃあんたたち私についてきな。それでもう勝ちは確定よ。ああ、そうやって調子に乗ってると、うわあ。まあこうなる気はしてた。そんなバカな。よっしゃー、シーズン8来たぞー。イエーイ。おで、急だなおい。まさか一つの動画でシーズンをまたぐことになるとは。仕方がないのよ。なぜならシーズン7より8の方が取れ高があったからね。寝たいよレイム。まあ、新シーズンの映像は早く出したかったし、ちょうどよかったかもな。でも結局投稿するときには結構時間経っちゃってるけどね。それは言わないお約束だぜ。さて、シーズン8でついに私の金キャミが帰ってきたわけだけど。お前のではないけどな。いろいろな場所が変わってるのよね。そうだね、ここら辺とか見るからに変わってるよ。そして今目の前にあるのも新要素、扉をぶっ壊すと中に入れる武器庫的なやつ。出た、グレネードを消費して開けるやつな。お、私初めて見たよ。ここは武器とか弾とかアタッチメントとかが一箇所に集まってるすごく美味しい場所よ。お、早速新武器持ってるじゃないですかレイムさん。お、よく気づいたわね。そう、これこそが新しく追加された武器、サーティーリピーター。おお、どんな感じの武器なの、私気になります。そうね。
ちょっと使ってみた感想は G7 のヘビアモバンって感じかしら。まあ大体そんな感じだな。ただこの武器の一番の特徴はチャージショットができることだぜ。チャージショットって言うとトリプルテイクとかピースキーパーみたいな感じ。そうそうそんな感じ。まあでもその2つみたいに拡散率は変わらないで、単純な威力が上がる感じだけどね。ちょっと難しそうな武器だね。私は使いこなせなさそう。私は一応使ってみたが、正直 G7 で嫌って思ったぜ。リピーターの利点のチャージを全然使いこなせなかったし、連射速度もちょっと遅く感じたな。連射が遅いと一発一発が重要だから難しいよね。でも私は結構好きよ。この武器のリロード音どこを好きになってるんだよ。音フェチかな。特にお見せする場面もなくしょぼい負け方したので次の試合です。悲しすぎる。まあ仕方ないよ、2パーティーに挟まれちゃったし。このすぐ玉が来るの陰キャミだなって感じよね。まあ他のマップと比べて狭いから仕方がないな。あれ、これ今向かってる場所って。そう、あのみんな大好きミラージュボヤージュが帰ってきたのよ。まあ私あんまり好きじゃなかったけどね。まあ好みは人それぞれだしな。あれ、でもここがあったのってワールズエッジの方じゃなかった。そうね、だから正確には帰ってきたんじゃなくてこっちに来たのね。それにしてもこの場所落下しそうで怖いな。ヨウムさんここは腕の見せ所。さあいつでも落下してどうぞ。なんでよ。そうそう、落下はヨウムの得意技だからな。ちょっと勝手に落下キャラにしないで。私だって好きで落ちてるわけじゃないんだから、などと意味不明な供述をしており、どんどん扱いがひどくなっていってるよ。それはそうと、この場所ってどうやって移動するんだ。ジップとかも繋がってなさそうだし。それなら間欠泉みたいにジャンプできる場所があって、そこから行けるわよ。あ、さっきそれらしいの見たよ。なんだよかったぜ。それならさっさと漁って移動しちゃうか。そうね。いやお、これが例のやつか。なんか思ったより飛べるね。ま、これぐらい飛ばないと陸に行けないわよね。私以外は。じゃあ今度飛ばないで陸に行ってもらうか。いやちょっとした冗談ですってマリサさん。まあ私は本当に飛ばなくても大丈夫だけどね。ついにヨウムも霊夢みたいに壊れちまったか。おいちょっと待て、それじゃあ私も壊れてるってことじゃない。あ、そういえば、私の大好きなオクタンのジャンプが強化されたらしいわ。確かに距離が伸びてるような気がするな。そう、これで最強だ。どうしたの霊夢。いやなんでもないわ、気にしないで。まあとりあえずオクタンは強化が入ってよかったな。私が使ってるレースはヒットボックスを大きくされて結構弱体しちゃったっぽいからな。飛びすぎて逆に取りづらいわね。あちぃおのれうねー。こんなん弱体かや、もっと強化しろ。いや急にどうしたんだよお前。そうだよ、さっきまで強化されたって喜んでたのに。私も純粋だった頃は何も考えずに喜んでいたわ。でもね、大人になるにつれて社会の厳しさ、そして人間の醜さを知ったのよ。これゲームの話だよね。はぁ、どこで社会の厳しさを学んでるんだよお前は。むむ、鉄発見。おっと、急に接敵したな。危険しました隊長。よくやったわ。どうやらこの人孤立してるみたいだから一気に詰めちゃいましょう。え、くさーい。よし敵も横から撃てそうだよ。だ、倒した。おーナイス。よし、ここで今までノータッチだった新キャラのウルト発動。うわぁなんか燃えてる。この新キャラヒューズのウルトは、一体を炎の壁で包み込む爆撃を行うのよ。お、すごい。この感じ結構敵に当たってるんじゃないか。一応ジグのシールドは割れたわね。それじゃあ今のうちに畳みかけるか。ジグあと少しなのに。よし倒した。うわぁ。レイムー。マリサ1対1よ、負けたら許さないから。倒したぜ。よくやった。私は信じてたのよ。いやめちゃくちゃプレッシャーかけてきてたよな。いやそれにしても新キャラのヒューズだっけ、見てた感じ結構強そうだね。そうね、噛み合えばすごく強いんだけど意外とうまくいかないことも多くて評価が難しいキャラね。確かグレを2つ持てたりもするんだよな。そうよ、それに加えて他のキャラよりグレを遠くに投げることもできるわ。それと拡散する爆発物を使う戦術スキルもあるわね。見事に爆発物関連のスキル構成だね。それがこのレジェンドのコンセプトなんだろうな。実際その爆発物に相手が当たりまくってくれたら超簡単に勝てるから強いとは思うんだが、これがなかなか当たってくれないのよね。なるほど、確かに噛み合えば強いね。まあ私はグレ苦手だから多分使うことはないだろうな。同じく。何言ってんの、苦手だからこそこいつを使って練習するのよ。そうだ、今度3人でグレのみ縛りで動画撮りましょう。なんだその地獄企画。マジ勘弁してください。まあ一旦その話は保留で、絶対にやらないぞ私は。あ、って聞いたぜ。ははは、さあこのリピーターの詐欺にしてくれる。あ、いつの間にか拾ってたんだ新武器。さっき自販機の下を覗いて見つけたのよ。そんな小銭を見つけるみたいな方法で。残念ながら小銭はなかったけど、ここで活躍すれば許してやるわ。本当に小銭探してたんだ。さあ食らいなさい、スーパーウルトラドキドキアルティメットボム。へんてこな名前つけるなよ。今のがさっき言ってた戦術スキルか。そうよ、うまくいけば50ダメージくらい与えられるわ。この武器当たんないわね。銃口曲がってるのかしら。まず自分のエイムを疑えよ。あ、そいつ割れたわ。さすが私、都合のいい考え方してるな。まあレイムらしいよね。いやそれほどでもあるかな。一応言っとくけど褒めてないぞ。見つけた、ナイス。さて残り2人はどこにいるのか。おわ、結構近いわね。やばい、そこにも一人いたんだ。今私たち援護できないけど大丈夫か。大丈夫、倒せた。おう、やるわね、ナイス。よっしゃー、これで部隊全滅じゃーい。ナイス。てか私今回マジで何もできなかったぜ。はぁ、はっはっは、これを機に私たちを尊敬しなさいよ。それじゃあ手始めに靴でも舐めてもらおうかしらね。それがなければ素直に尊敬できるんだがな。
ここにデスボックスがあるわね。ということは近くに敵がいそうだな。お、ジャンプタワーに敵発見。うわ、タイミングが悪いことに坂の下にも敵がいるぜ。マジか、そっちヤバそう。いや、多分大丈夫かな。あんまり攻めてきそうな感じじゃないよ。それじゃあキル取れそうだからちょっとこっち打っててもいい。まあいいんじゃないか。よっしゃ、キルゲッチュ。速度止めさして援護に行くわ。おい、さて、敵はどこじゃー。その部屋に入っていくところまでは見えたよ。うん、中でエモってるのか、それとももう逃げちゃったか。うん、中にはいなさそうね。ということは、いたー。もうそこまで行ってたのか。く、割ったけど隠れられた。私たちは追いかけるぞ。ヨウム、そうだね。よっしゃー、やってやったぞー。ナイス。私の方もそろそろ追いつくぜ。やっちゃいなさいマリサ。ちなみに打ち負けたら承知しないからね。いやマジでプレッシャーかけるのやめてって。蘇生してるじゃんか。おい、それじゃあ私のキルが。気にするのそこなんだ。とりあえず一人ダウンさせたから。よし、これで部隊全滅だぜ。お、ナイス。あー、私のキルが。く、敵が蘇生したことを恨むんだな。ぐぬぬぬぬ。まあそんなに落ち込まないで。霊夢ならすぐ別のキルできるよ。まあ実はそんな気にしてないけどね。ならさっきまでのは何だったの。うん、向こうに結構敵がいるな。これ言ってもいいが、その後魚振られて終わりそうだぜ。なんかあの人めちゃくちゃラグかったわね。あ、私から見ると二人もラグってる。え、マジで。これもしかしたらゲーム自体が今ラグいのかもな。私視点も周りの人全員かくついて見えるぜ。マジでラグって全く当たんないわ。こんな感じのかくつき方初めてな気がするな。スローモーションになったりするのは結構あるけど、確かにこれは初めてね。うん、あれは。敵だー。うわ、どうしたの?いや、なんか遮断でゆっくり歩いてる敵がいたんだ。なんだ、そんなに驚くようなことでもないじゃん。それが、ずっと視界に入ってたんだが、全く気づかなかったんだぜ。間抜けね。うるさい。その後なんだかんだあって負けました。ちゃんちゃん。最後の最後で超雑だな。まあでも私たちらしい終わり方だよね。この終わり方がらしいとか悲しくなってくるぜ。